全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の長塚です。私の住む町の駅前に新しいパン屋さんがオープンしました。看板にはこう書かれています。高級食パン専門店。高級食パンだと？私はそのワードを目にした時、衝撃が走りました。食パンなんていう身近な食べ物に高級というワードがついていたからです。私の中での食パンはコンビニで6から8枚切りで売られていて、1つ100円ぐらいのイメージです。あと給食の時に6枚切りの分厚い食パンが出てきて、飲み込むための牛乳が足りなくて食べるのが大変だったイメージです。そんな私なので、食パンに高級とついているのを見て、なんとも新鮮に感じました。私は何としてでも食べてみたいと思い、ある日その高級食パン専門店を訪れました。朝9時55分のオープン前なのに、お店の前では人の列ができています。いや、めっちゃ人気じゃん。早速私もその列に並びます。そしてオープンして数分後、私は食パンを2斤買いました。お値段1000円ぐらい。確かに高い。でもそんなのお構いなしに、初めて買った高級食パンに胸を躍らせながら帰宅。家に着いて早速私は食パンをナイフで切って食べてみました。一口食べた私は驚愕。めっちゃしっとりしてる。そこには私の知ってる食パンがありません。もちもちして柔らかい食感、ほんわりとやわってくる甘み、今までの食パンで感じたことのないしっとり感、これが高級食パンか。高級とつくからには理由がありました。確かにコンビニで売ってる食パンにはない美味しさがここにあったんです。やはり何事にも高い料金設定には理由があるんですね。これは障害年金にも同じことが言えます。障害年金の業務を取り扱っている社労士事務所は、障害年金支給代行の成功報酬として年金の2ヶ月分を請求するのが相場です。しかし全国障害年金パートナーズの報酬は相場よりも高く設定しています。それにもやはり理由があります。なぜなら障害年金の中でも、うつ病の障害年金の申請は難易度が高いからです。例えば目の障害であれば、両目の視力の和が 0.04 以下なら1級の障害年金が認められます。しかしうつ病の障害年金の認定基準は2級日常生活が著しい制限を受ける、3級労働が著しい制限を受ける。とても曖昧な基準だと思いませんか？曖昧な基準なので、うつ病の障害年金の申請は難易度が高くなります。全国障害年金パートナーズはうつ病の障害年金専門の社労士事務所です。そのため他の社労士事務所と比べて圧倒的なノウハウがあります。うつ病の障害年金に関しては、この業界ナンバーワンの実績を誇っています。あなたは幅広く扱っている社労士事務所と専門的な社労士事務所、どちらに依頼したいですか？答えは決まっていますよね。あなたからのご相談をお待ちしています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。